邪魔すんなっつってんだろ。うちはサスケんとこに行きてんだよ。邪魔するなって言われてもね、マダラ様に誰も通すなって命令されてんだよね、僕ら。それにサスケだっけ、言っても無駄だと思うよ。もう死んでるって。てめえ、カリンのあの慌てよ。サスケ君に何かあったことは間違いないよね。サルトビ先生、私たちで奴をやります。あなたたち、絶腕任せたわよ。倒して先に行くつもりっすか。無理無理、そんなことさせないって。マダラ様の命令は絶対だし、もし守らなかったらどんなお仕置きされるか分かっとるんじゃないよ。マダラと私、どちらが恐ろしいか教えてあげないとね。とはいえ、見れば見るほど面白い体をしているわね。時間があればいろいろと調べてみたいものだけど。そういうところは変わらんの。知らないものを調べたいという欲求は。さあ、さっさと。いてて。あとはわしに任せよ。ではよろしく。サスケ！誰だてめえ。サスケに何してやがる。なるほど、あなただったのね、カブト。ここへ急ぐ一行を感知してましたが、やはりオロチマル様でしたか。は？こいつがカブト。ここに何をしに来られたんです。あなたこそ。つうか、サスケに何してやがる。さっさとどきやがれ。落ち着きなさい、カリン。よくサスケ君を感知してみなさい。感知っつってもあいつ、サスケのチャクラを感じる。なんで。僕はもう今までの僕じゃない。サスケ君に危害を加える気もない。じゃあカブト、あんたがサスケを。そう、僕の医療忍術と研究し尽くした柱間細胞を使って彼は一命をどうにか取り留めたんだ。サスケ、よかった。しかしカブト、あなたがここにいるということはイタチのイザナミの術を解いたってことだけど。そうです、僕は自分を認めず何者かもわからないでいた。でもイタチはイザナミを使って僕に気づかせてくれた。僕は他でもないカブトなんだと。イタチは君を死んでも守りたいと願っていた。その願いを決して無駄にはしない。そしてそれが今の僕の願いなんだ。